プロデューサーさん、座るところありましたよ。いえ、私も本持ってもらって。お口に合うといいんですけど。いえ、きっと合います。ささ、どうぞどうぞ。ですよね、甘いのにスルスル入っていくというか。ああ、歩き疲れた体に染みます。カフェもいいんですけど、混んでいてプロデューサーさんの声が聞こえないより、お外で広々しっかりお話しできる環境の方がいいかなって。いろんな本や雑誌を教えてもらったお礼とまではいきませんが、美味しいミルクティーも共有したくって。あ、でももう少し後でもいいですか。このままお話をしたいです。せっかくプロデューサーさんもいるんですし。最初は道案内をしてほしいって言われたから、その人の話を聞いてたんだけど、そうしたらだんだんスカウトの人とかが集まってきちゃって。それよりさっきのプロデューサーかっこよかった。からかってないのに。プロデューサーがスカウトしてくれた時はそうじゃなかったでしょ。それともプロデューサーって悪い人なの？あ、最初にあそこのお店入ってもいい？うん、プロデューサーの意見ちゃんと聞かせてね。